クマリンさんよろしくお願いします。えー、株さん、えー、佐々木くんのフリープログラマー、ロミジュリで、えー、アベルコジェニオースキーあ、アベル、あ、作曲と言いたかったんですが、全部続けて書くのが書いて分かりにくくなってしまいました。あ、そういうことなんですね。なるほど。だから最後、なんとかロミジュリだったんで、ロミジュリかな、というふうに思いつつ。でも、このアベルコジェニオースっていう方のロミジュリなんですね。 うん。なんか、ニールドローターとかね。なんか、いろんなの水入りをね、やってますよけどもね。うん。なるほど。風呂敷からからさん、よろしくお願いします。おはようございます。えげんさんのお肉のやりとりは、え、J スポーツの中でぐだぐだやってました。うん。なんたってライスとえ、ライブ、ありがた、ありがたいです。え、会長がパンパン叩きながら、お肉は後で渡すのでとは言って、あのクッションみたいなものを渡してました。うん。お肉は箱の中に、 えー、保冷剤が入っているのも、えー、みたいです。えー、大見牛、五島牛、1キロとアナウンスされていました、うん。ちなみに2位の超絶カレーは1620円。かおちゃんもらったやつは1880円。なるほど、うんで。4位から6位の素朴なカレーは540円です。1位のお肉は2万円に近い金額,金額っぽいんで、お肉談てになるんですと。あそういうことなんですね。うん あの、なんだっけ、えー、坂本さん、あ、じゃあえっと、あのお肉クッションね。うん。あれ、あれクッションっていうのは、あのね、あれももらえるんでしょうかね。なんか、うん。ね、気になっちゃいましたね。うん。最初びっくりしましたなんかね。あの、うん。 えー、ジミー・デイさん、よろしくお願いします。おはようございます。えー、ベルギーで、えー、海ティレナなんですね、えー。グランプリシリーズ前にベルギー杯もありますか。えー、ルナ・ヘンドリックスは、えー、去年も出ていたような、うん、いろいろこうあると思うんですよね、うん。なんかね、ちっちゃいローカル大会がもう始まってるみたいなんですよ。いろいろとね。うん。ちょっとでも今回は僕が出てないんで、あのいろいろこうねい、いけてないんですけどもね、いろいろね、ちっちゃい大会あるんですよね。うん。あの、ベルギー選手権については、 あの、ヘンド,ヘンドリュックスもそうなんですけども、ピンザローネットね、うん、えーホ、ホビン選手かな、確かね、もう出てくると思うんで、あの、気になってるし、あと、男子で、あの、デニス・クログロフっていう男の子がスローストが来るんじゃないかなって思って、13歳かな、うん、最近ちょっと見てないんですけどね。ま,あ、また今度行った時に、えー、見てみたいと思います。あの、ジュリアの男子、あ、ノービスからジュリアに、うん、まだノービスかなと思うんですけどね。 ので、あのー、あとなんかジュリーあの女子の方でもね、うん、ジュニア、ノービスに結構、あのー、育っていける選手がね、いますし、うん、あの僕があの教わっている先生の、えー、女の子の生徒で、あ娘さんで、えーっとね、いますので、ちょっといろいろ見てるんですけどもね、ベ、うん、ルギーで強くなってきてるやっぱり、うんあの。ジュニアとかね、あのノービスたちがね、選手たちがものすごいあの あの顔でね、教えてる今。うん。だからベルギー力を上げてますよ、フィギュア。うん。あの、ベルギーフィギュア界強くなってきますからね。覚悟は必要ですよ。えー、皆様、こんにちは。えー、ゲンさんの大会のお肉のサムネだったんですね。私は携帯で最初見たら、なんだろうこれは。このフラミンコちゃんみたいな足の、あ、色の物体は。 えー、巨大なかき氷かな。まさかノみミスの形が似てるんじゃないのうん、えー。正解はお肉のク想だったんですね。びっくりしました。うん。そういえば、お盆の実家に帰省して、子供がお肉というから、焼肉をしました。えー、スイカも食べました。メロンも食べた。梨もブドウも。うん。えー、手作り餃子もお味しかったです。すごい食べてますね。エビフあ、エビエビフライ。エビフライ、ね。なんかあっエルコピアカさんとエビフライデートを思い出しました。また行きましょうね。 やっぱり実家は最高だわ。うん。また明日から、えー、頑張れそうですね。えー、お肉パワーもついたわ。台風が去ったら今度は暑い。うん。ではまた、あと。えー、受け継がれる意思はワンピースのアニメテレビジョンは、えー、1話終わり、次々話が変わえー、勝手に進むから、えー、その度に、あの、ナレーションが流れまして、えー、それから主題歌はな、なんだ、なんだ,なんだ、主題歌もなかなか良かったらこれなのね。 うん。アイスショーが終わった後にエンディングで流れる歌は、やはりアニメ見るべし、自分のテンション変わりますよ。なんだか会場で、ま、テーマソングを聞いたらグッときますよ。うん。えー、感度が倍増だぜ。えー、海は、えー、海賊王になる。うん。 はい。ということでね。うん。まあ、これやっぱりアニメを見なんかもう何,何度も言ってますかどね。っていうことなんでしょうね。きっとね。うん。まあ、確かにワンピースは全然僕は、あの、詳しくないんでね。うん。はい。まあ、有料とかだったらね、わかるんですけどね。うん。 えー、皆様を田村大和チャンネル YouTube にビヨンドの感想インタビューが先ほど来ました。あそういえば田村さんの YouTube チャンネルも開説あったんでしたね。うん。しかも田村先生ユーマアあり乾杯とのあのモーちゃんアンバサダーのスパークリング日本酒を見、えー、を飲みながらお優しい味がしますね。うん。優しい味ですねと最初からもう笑わせますね。そえー、そのセリフ、モーちゃんが一緒に なで差し入れの、えー、美味しいスープを飲んだときに、あの先日テレビに出ていたあの方から、優しい味がしますね。に反応のないから、どんどん声が大きくなったとか、面白いエピソードのあれを使いながらコメント、さすが、真、え、央、ー、ファンにすぐにわかりましたよ。えー、そんな言い方はをされる人を、私は知らないけど、一人いましたと、それは真央ちゃん、えー、それからビヨンとに質問れたのは、 6月か7月、1ヶ月で4年ぶりの4年、4年ぶりジャンプを戻す予定が、初日9月からの公演の5日前にトリプルジャンプを戻した。すごいわ。やっぱり気合い入りますよね。表現力もですが、ちゃんと技術的にも頑張った滑りが見れましたよ、うん。スピンやステップ、ツイズルやフライングチャメルスピンがめちゃくちゃ綺麗でしたよ。相性に出るならば、やっぱり体力、えー、体力作りに、あの、 体作りを戻した。スケートグッズも4年半履いたものを引っ張り出した。ああ、そんな話もあったんですね。若手もいるから、やはりジャンプもしっかり 40, 40代で飛べるようになるなんて、さすがで見習わないとですね。うん。皆様、ただ出演じゃなくて、ちゃんと技術的にも頑張っていれば、もしかしたら最初からのメンバーしなかったのは、田村山本先生だっ,だったんですね。うん。 で、えっ、ー、と、7月、8月、あんなに 4, か4年ぶりにジャンプトリプルまで詳しく YouTube で聞かれてくださいね。また地元では、 八の平公園は両親を見に、あの、一緒にが、まさか自分が出演になるとは、と、いろいろ話すと、話す話す。うん。えー、皆様、えー、すぐに敵に行かれてくださいね。楽しいお話が、続きもあるみたいでした。そうそう、真央ちゃんにできるかな、と聞いたら大丈夫大丈夫。軍舗とかそんなんだから大丈夫。と言われ、えー、まさかまさかの、あんなに大変な軍舗とは思わなかったよ。うん。面白いな。私もコメントついつい書いてきました。うん。あ、なるほど。ということで、ちょっと聞いてみたいと思います。あの、うん。 ゆめさん、カム君こんにちは。えー、爽やかな良い点。あ、ちょ、あ、これあれですね。あとでちょっと話します。フィギュアスケートの話じゃなかった。うん。あ、風呂敷からかさごちらですね、えー。よろしくお願いします。こんにちは、かむくん。えー、木下男子、ショートフリー何度も見ています。うん。えー、東京ブロックは万事、まんじ、菊池くんも含めてと。えー、長谷川くん、えー、いつきくんもいたかな。うん。行けたら、えー、行きたいメンバーですね。あのー、 えそして、カオくんの動画は一般に出てなくて、え海外のスキオタさんたちも、心理のなファンもザワザワして、ああ、そっか、確かに。カ、う、オ、ん、くんがフリーの後に投げキスをしたのが、あ、確かに、見てました、僕も。中村くんと知りました。うん、え昔、インスタライブで、シュンシュンへの愛を語るとかもありました。えちゃんチャンバラも中村くんがいたとかで、親友なのにえ、ちょっと差が出ていて、でもカオくんはいつも中村くんを気にかけてます。うん、ええー、な青春だな。え、あの、キス、あの、 そうね、そういえば、あの、なんだっけ、カく君が演技してる、あと、した後に、してる時にえ、見てた、見てた選手って中村俊輔君でしたっけうん。どっかで見たことあるなと思ったら中村君だったんだ。なるほど。うん。なんか投げキスしてましたよね。あのね、なるほど。うん。ということで、なんか面白いですね。うん。あの、新宿の巨人。うん。確かに、あの、あの、海外のファンの方たち、まだ、あの、見てないですよね、おそらくね。 うん。なので、これから真相が分かってくるっていう、これから楽しみにっていうことですかね。うん。えー、ていう感じ、ありがとうございました。